そこまで言うのならば見せてあげますよ、真なる魔法使いの力を。今日こそ決着をつけるわよ。さすがコウマ族ですね。さあ水晶、その力を示して。水晶の力が発動しますよ。こんなにも投影されたのは初めてです。二人ともすごい魔力です。なんだこれ。あれ、パンの耳集めてるのか。え、ちょっと待って。するのか。ちょっと、なんであれ、虫食べてる。うわあ、なんなんですかこれは。天使さん、仲良くなる水晶だって言いましたよね。これはお互いの恥ずかしい過去を晒し合うことで、より友情や愛情は深くなるという大変得の高いものなんです。めぐみ、ねえめぐみ、これで私たち仲良くなるの。